ーさん、本日は密着させていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石井さん、こわもてですけど怖くはないですよね。全然、あ、もう虫も殺せない優しい人間だと自分では思ってます。あ、よかったです。はい、すいません、ありがとうございます。はーい、なるほどね。いろいろね、しっかり来られてるね。これは何ですか？これはですね、配車表って言って、はい、ドライバーの、その日その日の1日のコース、配送コースですね。いろいろ予定をしている表で、うんうん、ちょっとね、過去の、はい、ちょっとしたハプニングがあって、はい、まあ、調べてみます、うんうん、ね、忙しい忙しいな。はい、しです。はい、あの 手数料だけよろしい。いえ、とんでもないです。明日は我が身なんで全然大丈夫です。うちもいろいろ あれなんで、はい、持ちつ持たれて大丈夫です。はい、とんでもないです。はい、すいません。はい、はい、すいません。石井さん忙しいです ね。日によってね、いろ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 起こるときはもうなんか立て続きにいろいろ起こるから、うん、ノンストップで10電話ぐらいしてますね今。そうなんですよ、コールセンターみたいな感じですね。そっか、あれつけてればいいんだもん。確かに。はい、もしもし、石井です。はい、石井です。はい、お疲れ様です。はい、はい。何かあったんですか？ちょっと見ていきます。あ、はい、結構フレンドリーに話しかけていらっしゃいますね。そうですか、まあね、はい、ちょっとね、気になることとかあればね、はい、色々確認したりとか。ああ、あとそのあの話ちゃんと分かってる、聞いてるってね、確認して、分かってるだろうでね、こっちが思い込んでると意外と分かってなかったり、抜けちゃってミスに繋がったりとかね、うん、ことがある。伝えるだけじゃなくて伝わってるかまで確認するっていう。そう。これは何ですか？これが、世界で3代目。はい。すごい、これ全部自動で運ばれるんですか？うん、そうです。カメラです。はい、ああやって表示が出てるもの、商品一つ一つの QR ラベルがあって、でそれにマークがついたものを、はい、スティッキングする、向こう見てくださってね、すごい、三角、ここから4つ取りなさい、で隣から2個取りなさい、で残りが10個残りますよ、はい、っていうね。これ自動で、うん、そう、そのモニターを見ながらピッキングする。ピッキング進捗とかもこれ自動でどんどん。そうですね、すごい。面談やる？はい、やる、はい、今からどこでもできる。11時がいいね。
11時がちょうど今。はい、それでお待ちします。了解、はい、分かりました。よろしくお願いします。すいませんね、忙しいところ。お願いします。この、ね、半年を振り返って、まあ、今年の4月から9月のね半年間を振り返ってっていうことだけども、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ以上で終わります。ありがとうございました。Cさん、あの見た目怖いじゃないですか。どうですか、怖いですか。いやでも同級生なんですよ実は。あ、そうなんですね。気さくに話しかけてもらってますよ。あ、なんか言わせてるみたいになってる。カンペがもしかしたら大丈夫。カンペ隠してるから大丈夫ですか。大丈夫です。あ、なさそうです。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。今からどこ行かれてるんですか。今からちょっとお昼ご飯を食べに。おお。近くの、はい、行きつけってほどでもないけど、まあ、たまに行くうどん屋さんに。うどん屋さんに。なんで祇園さんに入社されたんですか。まあ、僕中途で祇園のね、まあ、門を叩いたんですけど、はい、もうきっかけは本当に、トラックの運転手、はい、ドライバーの仕事がしたいなって思って、はい、で、まあ、そんな中でちょうどその稲町にある祇園に、はい、自分の同級生、小中同級生がドライバーで働いてたんですよ、はい、でそれで祇園でね結構、まあ、それなりの、まあ、大きい会社だし、うん、まあどうなのかな今募集してんのかなっていうんで、はい、その同級生に聞いてもらったんですね、はい、うん、でそれでちょうど募集をしていたので、うんうんうん、そのまま面接してもらって入社。へえ、じゃあ結構友達の紹介みたいな感じですね。そうですね、はい、そんな感じですね。どうですか入社して、なんかギャップとかどうですか、良かったですか。うん、なんだろう、やっぱ運送業界物流業界って、はい、結構職人肌な人間が多いイメージで、はい、うん、結構なんだろうな、ぶっきらぼうというかね、はい、ちょっとこわもてな感じの人が多くて、はい、なんかちゃんと仕事とか教えてくれるのかなとかっていろいろ思ったんですけど、はい、入ったらすごくね、みんな、まあ、仲良くというか、はい、うん、親切にしてくれて、うんうんうん、すごくすんなりこの業界に馴染むことができたかなって。うん、めっちゃ馴染んでますよ。そうですか、はい、着きましたね、はい、山田うどん着きましたね。走行してる間に着きました、はい、近かった。じゃあ行きますか。はい、かき揚げ丼の A セットで、うどん大盛り、てかね、俺思うけど、世の中にはね、一人前誰が決めたの一人前って、誰基準の一人前なのか全然わかんない。確かに借りたことないもん。これが一人前ですって言われた量で、今まで一回も足りたことない。だって俺アンケート取られてないもん、ね、あなたにとっての一人前ってどのくらいですか。すごいヘリクス、すごいヘリクス言うじゃないですか。勝手になんかね、それがなんか国民の一人前の平均値だみたいな。確かに、確かに誰が太ってるんだって決めたんだって話ですよね。そうでしょ、はい、それは大体見りゃ分かる。うわお疲れ様でした。ふう、腹いっぱい。天気もね、いいし、腹何分目ぐらいですか。8。おお、うん、あれプラス、まあ、パンチ食べ比べセットぐらいは食べる。すごいっすね。
食べようと思えばね。食べようと思えば確かに。積極的に食べたいわけじゃないけど、うんうん、食べろって言われたら食べる。多分誰も言わないです。この後はご予定は。そうですね。ちょっとメールを送ったりしてから、はい、お昼食べた後は、はい、ね、インターン座談会か。あ、座談会、本社の、で主催でやってる、はい、まあ、社員座談会みたいなのがあって、それをズームで、はい、うん、出演をすることになってる。就活生向けですか。そうですね、就活生向け。あ、そうなんです ね、 まあちょこちょこね、お声掛けいただいて出演してノーギャラですね。ノーギャラ特別出演ということ で、 そうですね、はい、午後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。マネージャーである、石井に参加していただきたいと思います。石井さん、ビデオをオンに。あ、ありがとうございます。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、取っていこうと思います。それでは質問のある方、手を挙げてください。求めている人物像としてどういった性格の方がいい。人柄とか資質とか、そういったところですよね。うん、質問お願いします。まあ、誠実に仕事をする人がいいですかね。ちゃんと、例えばね、仕事してればミスをしたりとかすることもある、まあ、もう人間だからしょうがないんですけど、そこも包み隠さずちゃんとしっかりね、自分が悪かったって、そういう自分の非を認められる、うん、そういう正直な仕事をする人がね、やっぱり信頼関係を作りやすいですね、そういう人はね、うん。お疲れ様でした、座談会。はい、お疲れ様です。なんかこの後 TikTok の撮影もあるそうで。そうなの、断ったはずなんだけどな。TikTok の担当者に言っといてもらえます。あ、でももう、なんかもう断ったって言ってましたよ。いや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 、今日なんか5本撮影があるそうなので、よろしくお願いします。回しもんだな、さては。味方かと思ったら敵だった。いやいや、もうさっきめちゃめちゃすみません、爆笑してました。そうなんだ、はい。たこ焼きかと思うよ、これ。頑張ってるな、たこ焼きが。まあ、あっという間に日が暮れてきましたね。最近ね、日が落ちるのが早いから。はい。今3時で、もう太陽はもう。日も暮れたし。今からは、はい、どちらに。今からすぐそこにある、近くにある、今兼任しているもう一つの物流センターがあるんですけど、はい、そこの、まあ、状況の確認に、ちょっと行きます。はい、はい、めちゃめちゃ近いですね。そうですよ、2分で着きました。そうですよ、あっちゅう間、あっちゅう間でしたね。歩ってくるにはちょっとね、若干遠いですか ね、うん、まあ、健康のために歩けよって話は。あんまり歩いたことはない。情熱大陸なんです、すみません。情熱大陸、すみません。大盛り盛りしないでください。アルコールのチェックでもするか。え、アルコールチェック、ね、ちなみに昨晩はお酒は。僕はお酒飲めません。あ、そうなんですね。嫌いです、お酒。意外、ね、うん、まず自分の免許証ね、はい、ます。
そしたらもう自動でね、番号が検知されるので、はい、はい、0.00、全く飲んでないってことですね。はい、ですね。すごい。で、こっちで、はい、今これですね。あ、石井さん、私の顔が出てきてね。あ、本当だ。で、11月16日の15時10分32秒に、はい、判定が A でした。はい、で、免許の期限が943日残ってますよと。はい、っていうことですね。すごい、素晴らしい、優秀な方ですね。自画自賛、ありがとうございます。有料生ですね。 0.00。これで何になるの？あんまり長くなかった。あ、長くなってた。でも長くはなってた。ただこれだけ。あ、そうなんだ。長くなる。え、長い。八頭身じゃないですか。ありがとうございます。あ、OK です。ありがとうございます。こういうことですか。あ、そうですね。もう無理になってきた。どうも下向きしとこう。あ、じゃあ大丈夫です。あ、撮影は以上ですか。はい、以上です。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふぅ、あー、今日も行ったな。いや、高い。いや、すごい。石井さんがマネージャーに抜擢された理由って、ご自身でどうしてだと思われますか。なんですかね。上司たちというかね、先輩たちにすごく恵まれたなと思ってて、いい手本が近くにあったから、すごく効率的に自分も、はい、まあ、いわゆる成長してきたのかなっていうのは、まあ、あとはいろいろ会社のタイミングとかね、そういったこともあると思いますけど、はい、よいしょ。ブラック売り切れてる。なんか冷たいな。これなんかの CM の撮影なのかな。なんだか来るな。石井さんにとって、はい、祇園っていう会社の魅力ってどこにありますか。そうですね、まあ、こんだけいろんな仕事の種類と幅があるから、その人のやりたい仕事っていうのが見つけやすい。そして会社もその人の能力に応じて、希望するところに応じて仕事をちゃんと与えてくれる、チャンスを与えてくれるっていうね、仕事を求める人にはどんどん仕事をね、いろんな成長させてくれる仕事を、そういうステージを用意してくれるっていう感じですかね。だから自分で一つの作業を極めたいって人はそういう仕事をずっとしているし、うん、そうじゃなくてもっといろんな管理の仕事も含めていろんな仕事をしていきたいって人にはそういう仕事を与えてくれるし、そういうところが一番のね、この会社のいいところじゃないかなと思います。積極果敢さずにもあるけど、はい、積極果敢に業務する人には仕事を与えてくれる。
身がそうでした。へー。石井さんはその自分の興味とか得意とかやってみたいっていうのが変わることに応じてどういうふうに仕事の中で変わっていきましたか？仕事の内容とか考え方とか。もっともっと、まあ、自分の興味という、あ、まあ、そうですね、ずっとじゃあ年配になってもずっと現場でっていうよりも、いろんな仕事を覚えて、事務系の仕事、管理の仕事っていうのも覚えていきたいっていう希望はあって、まあ、そういうチャンスがね、たまたま巡ってくる機会があったので、どんどんその当時の自分からすると、これって自分本当に自分がやるべき仕事なのかなとかと思ってもおかしくないかもしれないけど、そこをあえてね、積極的にやる、これは自分の仕事じゃない、上司先輩の仕事だから自分はやりませんっていう考えをもししてたとしたら、今みたいにいろいろ仕事を任せてもらえるとかそういったことにはなってなかったのかなとは思う。ガイアが笑うからふとか言うからね。なんでそんな寄られてるんだろう。あ、もう退勤ですか。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ではお先に失礼します。お疲れ様でした。石井さん、はい、いや今日石井さんに一日密着させていただいて、はい、石井さんの楽しもうっていう一緒に楽しもうっていう姿勢とみんなで一緒にやってるんだっていうその仲間意識ワンチームっていうのがすごく伝わってきて、そうですね、気温さんがもっと好きになりました。あ、そうですか、はい、そう言っていただけると嘘でも嬉しいです。いや、嘘じゃないです。いや、明日からもお仕事頑張ってください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、これで失礼します。はい、失礼します。はい、お疲れ様です。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。